こんにちは。こんにちは。今週の妄想ニュースのお時間です。はい、今週もパッツさん、パラさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。花江さん、髪切りました？だいぶバッサリ来ましたね。ねえ、そんな短くされて、イメチェンが激しい。イメチェンが、じゃあ、パナエさんにかわいそうですね。今日もお願いします。よろしくお願いします。はい、では、推しなら聞きましょう。じゃーん。さあ、来た。どういうことだ、どういうことだ。どういうことだ、たくさんあります。どんどん。じゃあ、早速1個目からいきます。ほう。1、モンストでコスモ燃やせー。まさか。というわけで、おそらく今しがた発表されたんじゃないでしょうか。こちら、じゃーん、セイントセイヤとモンストコラボ発表されました。すげー。マジっすか。マジでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、セイントセイヤ30周年ということで。30周年なんだ。すげー。素晴らしい作品とのアニメ、セイントセイヤとのコラボということでございます。でね、5月2日からをコラボ自体は予定しております。いや、楽しみでございます。ゴールデンウィーク真っ只中というか、真っ只中でございます。すげえ。ですです。そして今日は1体だけキャラ絵を持ってまいりました、はい、見せてください。こちら、じゃーん、セイヤ、ペガサスのセイヤ。うん、セイヤ以外の何者でもないやっぱりね、このセイヤさんね、こんな感じで強いんでしょうな。そうですね、強いんでしょうな。強いんでしょうね。いや、強いんでしょうな。こんな感じでね、続々とモンストに登場してまいりますよ。どんな感じでコラボるんですか。いや、今回結構ね、こだわって世界観を表現しているので、ね、モンストといえばコラボ、毎回すごいこだわってますから ね。BGM があのペガスファンタジーやったら熱いっすね。あ、どうでしょうか、どうでしょうか。いや、さすがに著作権的に無理じゃないですか。ジャスラック的に無理じゃないですか。事前キャンペーンも、こちら食前キャンペーンが開催いたします。4月22日から開始の5月2日まででございます。もう今日ですか、22は放送日ですか。そうです、これは放送日の今日からでございますね。今日からだ、はい、でどんなキャンペーンなんだいというところで、はい、こちらでございます。どうなんだい。シャープモンストセイヤーでツイートでコスモ燃やせー。ダジャレ、ダジャレっすよね、モンストセイヤーそうですね、まあ白屋っていうことですよね。なんですかね、ちょっともう分かんないキャンペーンサイトにですね、ツイートするっていうボタンがあるので、そこからバチッてツイートしていただいてもいいですし、シャープモンストセイヤって入れたツイートをツイートしていただいてもハッシュタグよろしいでございます。で、こちらのツイート量に応じてプレゼントゲットできますよという直前キャンペーンを実施します。はい、プレゼント内容ですが、内容がこちら、じゃん、皆さんの集まった100万ツイート行きましたら受信力プレゼントを。素晴らしい。そしてさらに最近もうミッションクリアで受信力とか、受信力熱い、うんうん、熱いですね。最近のあれはありがたいですね。そしてさらにこちら、200万ツイートで限定の剣士たち5体が箱に入ってるんですか。箱に入ってる、これがね、クロスの入ってる箱ですね、はい、おー、すげえ、すげえ、ちゃんとしかも着てる防具着てる、それぞれのあのブロンズセイントたちの、すげー、防具、あのクロスを着ていると。すげえ。それぞれ一騎剣士とかね、聖夜剣士とか、はい、名前がございます。名前があります。可愛らしい剣士もゲットできますのでぜひ皆さんツイートしてみてください。5体まるっといただけるんですか。まるっといただけます、はい、さらにですね、まだある、まだあります。まだ聖闘聖夜そんなに知らないよっていう方もいると思うので今回この直前キャンペーンとしてアニメを、41話から45話無料公開して見れますよというのをキャンペーンサイトで実施いたします。すげえ。なので分かんないよっていう方はこれを見ていただければ、ある程度モンストでどんな風に遊べるかなっていうのがイメージできるかも。41話から45話ですね、が限定、期間限定で公開予定でございます、はい、なるほど。アニメ全体の中では終盤ぐらいなんですか、うん、中盤ぐらい、中盤ぐらいですね。一番その12級編と言われるあのアテナを助けに行くプロの選挙たちがシーンのところの始まりのところが41話ぐらいなので、そこから見れるよという5話分見れます。一番盛り上がるところ、どうぞご覧ください、になってるかなと思います。で、私たちもなんかこのアニメを実際41話ちょっと一緒に見て実況しているような動画も上げてたりするので、まあ、その初めの1話からのところでストーリーわかんないよっていう方もいらっしゃると思うので、うんうん、そこら辺の説明 VTR もその、実況動画の方につけてたりするので、そちらもぜひご確認ください。はい、っていうようなセイントセイヤ、はい、楽しみですね。コラボ来週再来週ってレベルだ。そうですね、ゴールデンウィークに実施予定ですので、はい、皆さんコスモ
燃やしてください。はい、そのまま燃やしてください。はい、はい、では続いてこちら。なんか声変わりました。声もちょっと声変わりですかね。ちょっと太ったので風邪気味。太ったので、はい、声が、はい、はい、こちらじゃん。バージョン 6.0、アップデート近日だっていうことで、メジャーバージョンアップじゃないですか。メディアネゴンです。どんなね。ということでバージョンアップの内容になるんですけど、まずはこちら。じゃーん。なんだ。降臨クエストの究極とかイベントクエスト極み、イベントストックが可能になります。ストックってどういうこと？そんなんストックしたいに決まってるじゃないですか。はい。え、どういうこと？で内容はこちらになるんですけど。ストックを、スタミナを消費することで、え、素晴らしい。まず一つしかできないっていうのがあります。周回はじゃあその タイミングしかできない、はい、その素材として欲しいなら、そうですそうです、これはストックしとけば後でゆっくりいけるかなみたいな、うん、そうですそうです。質問があります、はい、1クエストにつき1ストックですか、それとも全体の中でストックできるのは1クエストですか。後者ですね。後者です。1個だけですね。1個だけです。なるほど。なんで神化素材に必要な食いバター今どうしてもやりたいけど今仕事中でできない。確かに確かに確かに。1個だけこうその瞬間にスタミナを50消費してストックしておくことができる。なるほど。お、はい、質問があります、はい、ストックを押した時点、うん、ストックを押して、うん、押しといてストックしてるんだけど、うん、1回入っとくっていうのは可能ですか。ストックは、別で、こんな感じで上に表示されて置いておかれるので、うん、じゃあ入ることも可能だ。入っておくことも可能だ。じゃあ動き、ここから入らなければ。なるほどなるほど。これ超便利っすよ。便利便利。私たち動画撮りたい時、夜イベントとか多いから。うん、うん、そうですね。私たちあの、うん、モンストの究極クエスト結構できないから。うんうんうん、うん。初めて来る時とか。そうですね。取っておける。なので、まあ、具体的に紹介すると、まあ、ここの。対象のクエストを押すと究極ステージをストック消費したのが50出ていて、ここを押すとこういう風な感じでストックで、そしたらこういう風に一番イベントクエストの上のところに青いクエストが出てきますと。で一応条件として24時間以内になるほどやらないと消えちゃうの で、 オーケーです。スタミナだけ取られちゃうよっていう状況になるので気をつけてください、はい、これが、実際やるときは究極のみなので究極だけ出ます、はい、っていうのは、はい、神アップデート。素晴らしい素晴らしいですね。素晴らしい機能。結構ね忙しい方とか、うん、授業中の時とかね、うん、困っている方多いと思うので、手がかかってても、いいよ。ワンダフル機能です。すごい。続いてはこちらです。じゃん。所持数順で並び替えできる。あ、すげえ。めっちゃ便利。うわ、神アップデートマジやばい。それができるようになります。まあ運極を上げる時に、はい、うん、作る時とかに一番役に立つんではないかと。すげえ。ですね、あとあれですね、ガチャ引いちゃってガチャ引いてキャラをこう合成して交換したい時にも、うんうん、こう横に並んでくれるのいいっすね。そうですね、引き換えの時とかにも便利かもしれない、うん、すげえ。続いてこちら、じゃん。これはいいですね。神化素材の予約が楽にできるようになります。と言いますと、素晴らしい。神化の時にこちらのボタンを押すと素材予約って書いてある、はい、はい、はい、どうぞ。これつまりだいたい予定欄に載ってなかったら予約っていつもできなかったじゃないですか、うんうんうん、予定欄に表示されてなくても予約できるってことですか、うん、そういうことです。素晴らしい。やば、自動的にイベントスケジュール予約ができているというようなものになります。で気づいたら10日後ぐらいにピコンってくるわけです。そうです、そうです。すげー、すごい天才じゃないですか。いつも星4の素材が予約のスケジュール下の辺でなんか見落としてたり、うん、結構見逃すんですよ、ね、そうですね。毎日見てないどうしても見逃すこと多いと思います、うんうん、はい、しかも神化したいの複数いるとようわからんなるし、そうです、何を神化したかったかすら思い出せないみたいなあると思うんですけど、うん、素晴らしい。なんでフィリピコネムツだったらこの3体が来るときは勝手にもうスケジュール予約されてることになるので、はい、通知が来てで実際予約したものができるという、はい、それじマジか、神アップデート、ね、天才になります。なので実際この画面見てもらうと、はい、スケジュールのところではもうすでにこういう風な形でチェックが入ってるような状態に見てもらうとなってると思います。でこっからはチェック外すことができないので、こ実際にこの神化のところに行ってもらって神化予約を解除してもらう必要があるんですけど、全く問題ないですよ。そうですね、実際欲しいものなので大丈夫かなと。であとまあ来てたら予約っていうのがついてる状態でイベントクエストにも表示されています。すげえ、だいぶ神化素材予約が楽になりますね。え、しかもまだあるんですか。はい、まだやばいな、めっちゃやば。続いてはこちら、じゃん。
最大レベルまでの必要な経験値が分かるようになります。おお、はい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 。これだからすごい果てしなく長いゲージになるんですよね。これそうですね、うん、1本で満足バーってことですよね。そうです。レベル極みまでに必要な経験値数がゲージで見れる。なるほどなるほど。今までは次のレベル5ならレベル6までに必要な経験値しか出てなかった、うん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 、ってところはここをポチッと押すだけでそれが切り替えられるように。超わかりやすい。超わかりやすい。調整しやすくなった。そうですね、両方見れる。なんで強化大成功の時とかって、うん、保険値何歳入れるのがベストなんだろうとかが分かりやすくなりますね。天才天才良いところやばいっすね。なんだ神アップデート。アクセルをちょっとベタ踏み感がある6点ゼロということでね。ちょっとかなり踏み込んでますね。すげえ。さらにまだある。こちらです。何、はい、運極ボーナスが追加されます、ね、運極達成ボーナスですね、はい、運極達成ボーナスが追加されます。今まで 2種類でしたもんね。今まで2種類やったんですけど新しく3つ出てきたんですけど、運極数が55から遠いな。結構ねプロの方向けのアップデートかも、はい、そうですね。55から95までの、 あのボーナスが追加されました。はい、ということで新しい運極ボーナスについてなんですけど、まず一つ目がフレンドの、キャラ利用使用時間の短縮。それめっちゃ欲しいじゃないですか。運極ボーナスでか。それはもうすぐさま終わった後でももう一回出ちゃうみたいな。もう一回すぐさまではないんですけど、うん、まずレベル1の状態やったら30分間短縮されます。今までやったら、利用フレンド使用キャラ自分のやつを使ったら、3時間経ってもう一回使えるようになってたんですけど、レベル1だと2時間半短縮されるです、ね、一番上に自分で設定してるやつが出てるやつ、うん、あるじゃないですか。あれの使える時間が短くなりますよ。なるほど。1回使った3時間だったところが30分ごとちょっとずつ短くなっていきます、はい、そうです。で運極をどんどん、集めていけば最終的には1時間半ぐらい、しかもそのフレンドキャラ再利用短縮は毎回発動って書いてある。そうです。1回発動すればたまに発動するとかじゃなくて、うん、そういう仕様になるってこと、はい、そうです、すげえ。もう設定対数まで持ってた人は、うん、毎回1時間半で自分のが使えるようになりますっていう形ですね、うん、はい、はい、で続いてマップクリア HP 回復量アップ、止めるものがますます飛ぶみたいな。これは60体でですね。はい、そうですね、60体でどんぐらい増えるんだ。今までは今あの残量の HP の半分、半分です。あ、違う、残量じゃない、足りない分ダメージ受けた分の半分、半分、そうです。 50% やったんですけど、まずレベル1ではそれプラス 50% が 55% になるので、また回復量が増えて、でレベル2になると、さらに 5% 増えて 60% の、ほー、最大 10% プラスになるってプラスになりますね。なるほど、 60% 回復する、うん、そうです。なるほど、すげーっていうようなボーナスですね。ボーナスです。で3つ目がスタミナ満タンボーナスっていうのなんですけど、降臨クエスト、あ、クエストの終了時にスタミナが、確率で満タンになります。すごいっすね。すごいっすね。なんだそれ。なんだそのボーナス。なのでクエスト入るときに必要なね、自分のスタミナが満タンになるんですよね。満タンになりますね。使ったのに満タン。これは発動するタイミングでですよね。そうですね。一定確率で。一定確率で。すげえな。いろいろ載ってんな。すげえ。はい。ということができますので。うん、なるほど。はい。運極皆さんいろいろ作ってみてくださいっていう。はい、そうですね、55体以上のお話ですね、はい、頑張りましょう。本当にな、私だとね41体必要ですね。41体そこの入り口にたどり着くまでは。今14体14、今14でした、 ましたね。すごいですね、私も頑張らないと。全然僕もまだまだ顔が1体のお姉さん。いや5体に増えた、あ 5体、ね、5体に増えたらしいです。あ、おすごい、はいはい、はい、では、はい、お次いきます。さあ次のゼロがカーレンです。次のゼロ、ゼロ参ります、はい、青色だ。青色でございます。あのお兄さん、お兄さんがこんな姿に、わー闇落ちしてる。いや
活躍しているかっこいいですね。かっこいい、かっこいい。こちらね、山竹ゼロということで、29日金曜日22時から初降臨を予定しております。はい、はい、来週ですね。来週でございますね。町会議の前日だ。あ、そうですかね。ニコニコ町会議の前日ですね。うんうんうん。で、金曜日お休みの日ですね。まかりにいる。これストックしたい。ストックしたい。ストックちょっと調達できないですね。あ、調達できない。究極と、あの、ね、高級究極とイベクエの極みのみなので。そっか、なるほど。これちょっと大島くんと一緒にやるパターンがすごい想像できる。あ、じゃあもう一発クリアあるんですか。彼と一緒にやるとね、なんか今回なんか簡単だったな。毎回思う。勘違いする。後日やってみて全然勝てない。あれ、こんな難しかったっけ。難しいなって。なんかホテルの部屋でやるやつですね。ホテル前でやるやつね。はい、お休みの日に来るので皆さんぜひ挑戦してみてください。いいっすね。はい、かっこいい、かっこいい。さあ、そして続いてこちら、じゃん、4リアルディスクバトル第6弾。第6弾、はい、激震の爆絶バトル。爆絶というわけで、わー、実際に持ってきました。爆絶キャラだ。依頼かないと。あ、アバロンで、ガブリエルもいる、はい、カムイ、ダッキ、こちらにね、実際のが、おー、実物実物ございます。はい、結構ね、今回人気のキャラとか、人気ですね、はい、爆絶のキャラも2体入れて、アバロン、ダッキ、他にもこっちがカムイと依頼かない、依頼かないですね。はい、爆絶キャラ2体とか強、はい、超絶のキャラも5体出てますし、あとアニメでの、まあ、カムイも今出てるんですけど、他にもベニル X とかデトラビッツとかも入っているので、ぜひチェックしてみて、カムイっておりますよ、ね、じゃんじゃん、ブースターパック、ブースターパック、はい、まあ、詳しくは概要欄から URL のチェックお願いします。はい、4月下旬に発売予定でございます。はい、はい、そしてお次、モンストのお土産販売。ほうよくわかんない見出しの。ですね、すでにね、物産展でも先行発売しておりました、こちらの、うん、おせんべい、おせんべい、もうそのいろんなプリントがされているおせんべい とこちらのカステラ焼き、カステラ焼きですね。カスタードクリームとチョコクリームの2種類の味が入ってる。おお、そうですね、後ろに書いてございます。はい、とさらに、以前から発売しておりますこちらの、プリントクッキー。おお、ありましたね、ありましたね、私ね、何回かいただきましたよ、ね、あ、そうなんですね、開いてる、ちょっともうた、みんなも食べちゃってください食べちゃうように開いちゃってますこちらね、18日より全国のお土産のお土産屋さんなどで発売開始と。普通になんかそこら辺のお土産屋さんで、そうですそうです、買えるようになるということなので、まあこれはいつものね、プリントクッキーゴストが、ゴッサンがちょっとアーサーかわいい、ゴッちゃん、アグナ、アグナムート、アグナムート、アグナムート、ちょっとパキーンってなってるやつ多いですけどようなプリントクッキーね、前食べます？割れてるゴッサン、割れてるゴッサン、うん、おいしい。あ、こっちはリドラたちだ。リドラたちですね。いや、でこちらね、確か18種類のモンスターのプリントがあって、その中で、ランダムで8枚入っているという大黒天。茨城。茨城おりますね。じゃーん。これサラダ味のおせんべいです。ぜひぜひ食べてください。ボレですね。甘いクッキー食べたら次はしょっぱいせんべい無限ループです、ね、さらにさらにこいつかな、お、人形焼き風、人形焼き風ですね、こんな感じです。これも食べちゃおう、お腹すいたぜ、えい、うん、じゃーん、じゃん、おー早い後ろでこんな感じで喉乾いちゃうかな。うん、かわいい。お菓子だよ。ありがとうございます。お姉ちゃんと弟。チョコクリームのバージョンもあるみたいですね。これチョコクリームバージョンですね。めっちゃしっとりしてますね、これ。じゃん。おいしいですね。うん。いや、
やっぱこういうものを食べるとちょっとコーヒーが欲しくなりますね、私は。ですね。美味しい。というようなせんべい。モンストのお菓子たちがたくさん。全国のお土産屋さん、いろんな場所で発売されるであろう。あろう。多分個別に告知をするのは難しい。ですね。見つかったら買ってくれ。そうですね。ぜひぜひお土産屋さん行ったら、うん、モンストのないかなって覗いてみてください。行ってください。道の駅とか売るんすかね。どうでしょうね。楽しみですね。ね、あるといいな。です。はい。以上モンストニュースでした。6.0 やばいっすね。コスモもやばいけど。ゼロもやばいっすね。もういろいろ楽しみなことが、うん、てんこ盛りでございますね。ゴールデンウィークもあるし、うん、皆さんぜひモンストも楽しんでください。すごい切なげな顔で呼ばれてないみたいな。ずっと切なげの、ね、最後はねネクストモンストニュースヒントの代わりとなるこのコーナーでございます。はい、モンストアニメ情報バイバイ。モンストアニメ情報バイ。はい、前回ですね。バイ、あ、バイってそういう意味か。あ、熊本弁かと思っちゃった。MCDX セイフォーですね。セイフォー。はい、皆さんね、あの前回もあのご紹介させていただいたんですけれども、モンストアニメチャンネルの登録者数が20万人。ありがとうございます。視聴回数が、ね、3000万回突破したということで、もう一度お知らせします。イザナミゼロがスタミナ2分の1で降臨が4月23日の20時から22時で見ますので、皆さん明日や。そうです。アニメの後にですね、ぜひやってみてください。はい、オッケーオッケー。まだあるよ。まだあるんだ。終わったのかと思った。予告、イエーイ。大敗を喫した上、衝撃的な言葉を突きつけられた蓮たち。はい、昇進の面持ちですごく強く、ストライクリングに光が止まる。新しいモンスターとの出会いを告げる希望の光だった。はい、第20話。新しいモンスターとの出会い。あ、そうです。おお。第20話光るストライクリング、土曜日19時モンスターアニメチャンネルで見てください。にゃにゃ。おさよなら。僕らがまだやっていないことがあります。釣りです。笹かまにして食べましょう。笹かまにして食べましょう。俺たちの笹かま、イエーイ。あんまじゃねえか。牛タン牛タン牛タンタン、あるぞ。一番ベロウタのことベロベロ。あれ、ブル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 ブ嫌だよ、リオナリさんさんって。盛り上がってた盛り上がってた盛り上がってた。息しろい。なんでなんで靴がもうビチョビチョ。